れやすいです。メンヘラの友達からはメンヘラの太陽だって言われて、メンヘラの太陽ドアノもガチャガチャされ始めて、めっちゃ足が速い人かもしれない。いや絶対幽霊やろデイトナインターナショナル。さあ本日も二宮一生と知り合いのリュアです。お願いします。お願いします。いやちょっといろんな体験をね、まあ、幽霊もされてますけれども、はいはい、ちょっとここ最近違う話も人っ子がっていうんですか、なんかそういうのもあるんですか。そうなんかあの、うん、幽霊さんなのか人の仕業なのか未だによくわからない体験がありまして、大学の時に住んでた家での話なんですけど、はいはいはい、あのアパートに2階建てのアパートに住んでたんですよ、はい、で2階建ての2階に住んでまして、うん、外階段を上がると廊下が伸びてて、うん、左側に 1K の部屋が4つあって、はい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 、で右側には一番奥に 2K の部屋があったんですね、はいはいはい、その 2K の部屋に住んでたんですよ、はい、で部屋に入るには階段登って廊下ずっと奥まで行って、うん、じゃないと入れないってところなんですね、うん、で大学の夏休みに入りまして、うん、生活が結構不規則になって、はい、夜眠れなくなっちゃったんですよ、うん、でまあ仕方ないから、まあ、目には悪いんですけど間接照明だけつけて、はいはいはい、こう本を読んでたんですよ部屋の中で、はい、でそしたらいきなり玄関のドアをドン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 ってすごい激しく叩かれ始めたんですよ、うん、えって思って時計を見てみると深夜の3時前なんですよ、ほうほうほう、こんな時間に、あ、友達かなと思ったんですよ、はいはい、でももうすっぴんだしパジャマだしちょっと出たくないからイルスしようと思って、うん、こう息を潜めてじっとしてたら、まあ、5分ぐらいしたらそのどんどん激しく叩くの終わったんですよ、うん、あ、帰ったなって思ってまた本読もうと思ったら今度はドアノブをガチャガチャされ始めて、あ、これ友達じゃないかもって思ったんですよ、そこで。大体友達だったら事前にこうスマホで連絡してくるはずだろうし、スマホの電池切れてたとしても誰々だけどいるみたいな声を発するわけじゃないですか、うん、はい、そうですね、一切ないんですよ、はい、ただどんどん叩くのとガチャガチャするだけで、あ、これ友達じゃないかもって思って、でそれと同時に誰がやってるのかがすごく気になったんですよ、はいはいはい、でまだドアノブガチャガチャやってるんで、うん、そーっと覗き穴からこうやって見てみたんですよ、うん、誰もいなくて、誰もいないで、いつの間にか音も止んでて、はい、いやそんなはずはないと思って鍵開けて廊下に出てみるんですけど、うん、誰もいないんですよ、ただ廊下が伸びてるだけで、うん、なんだこれって思って、まあ、鍵閉めてまた寝室に戻って、うん、またなんだこれはって思ってるとまたどん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 って始まるんですよ、うんうん、で次にドアノブガチャガチャガチャされて、それが朝まで続くんですね。めっちゃ怖いよ、なんだこれって思ってたんですけど、はい、それがそれ以降週3回から4回の割合で、うわすげえ迷惑、同じことをやられるんですよ、うんうん、でもう夜眠れなくなっちゃって、うん、しかもそれが3ヶ月ぐらい続いちゃって、はいはいはい、もう大学も始まってるのにもう夜眠れないからずっとなんかぼーっとしたような感じになってて、うん、困ったなって思ってたら、ある日クラスの女の子が今日リュアちゃん泊まりに行っていいって言ってきたんですよ、はいはいはい、でもう何とも思わずにいいよって言って、でその子が泊まりに来たんですよ、うん、で友達が泊まりに来た安心感からか、はい、久しぶりに夜に熟睡してしまって、はいはいはい、で朝こう揺り起こされるんですよ、うん、リュアちゃん起きてってめちゃめちゃ揺すられてて、うん、でパッて起きるともうその子の泣きそうな顔してるんですよ、うん、でどうしたのって聞くと、あの夜中から朝までずっとドアノブガチャガチャされたりドアをどんどんされたりしててめっちゃ怖かったのに、リュアちゃん揺すぶっても起きないからすっごい怖かったんだからねって言われて、うん、あ、ごめんってなったんですよ。でもそれ以降一切なくなった。何やろうそれ。幽霊さんの仕業なのか人の仕業なのかよくわからない体験です。ちょっと嫌な話やけど、でも覗いていないっていうの、中も覗いたんでしょ、だって、はい、でも見えないでしょ。見えない、めっちゃ足が速い人かもしれない。いや絶対幽霊やろそんな、それか足音聞こえるんですか、でもその離れていくみたいなとか。聞こえないです。でも同じ
同じアパートの人かもしれなかったですよ、ね、それは怖いですよね。でも目的わかんないですよね、その不眠症にしてやろうみたいなこと暇つぶし、暇つぶしで嫌がらせしてやろうみたいな。週3週4はなんかもう義務的なことを感じますよね。ああ確かに確かに確かに。でもなんかありそうですよね、リオちゃんその可愛いし、なんかこうタレントとかやってる時になんかこうやばい人と出会ったみたいなのとかも、なんかその、うん、ストーカーされやすいです。おい、粘着質な人に好かれやすいというか、はい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 、気づいたら家を突き止めて家まで来ちゃうとか。めっちゃ嫌やん。え、それはコンタクト取ってくるんですか？取ってこないから怖いんですよね。まあなんかある人は私の家を調べて、私が毎朝いるかどうかをチェックしてから会社に行くっていう人とかいて、それはまあ共通の知り合いがいる人だったから、はいはいはい、その共通の知り合いから聞いてうわってなったんですけど、そういう人に好かれます。まあ、でもなんかそれっぽいよなっていうのは分かりますわ勝手な偏見なんですけど、幽霊もどっちかってメンヘラ多いと思うんですよ。やっぱり自分のさ意見聞いてほしい、辛い思い聞いてほしいみたいな人が多いからっていう勝手なイメージなんですけど、その幽霊と友達になれるってことは生きてる人間もメンヘラ絶対寄ってくるやんっていう。そうですね、はい、じゃあメンヘラ、私はメンヘラではないんですけど、うん、メンヘラの友達からは太陽、メンヘラの太陽だって言われて、メンヘラの太陽メンヘラを治す効果があるみたいな、はいはい、めっちゃすごいやんそれメンヘラ嫌いですいやなんでななんで幽霊と仲良くできるのじゃあ幽霊さんは幽霊さんだから、はい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 、です。意外っすねこうやってね幽霊とかやっぱ見えるようになったきっかけとかさ、なんかあのどれ一番最初はどれぐらい前に見たんかなっていう、でも覚えてるのは3歳くらいの時に、うん、家族でこうやって車乗ってる時に、うん、こう暇だから窓から景色を見てたんです、はい、でその時すごい渋滞してて、はいはい、車が止まったんですね道の途中で、うんうん、でその時たまたま路地があって、細い路地が、うん、でその路地を見てたらいつの間にか白い服着た髪の毛ボッサボサの血垂らしてる女性が立ってるのが見えて、はいはいはい、でその時私は人間だと思ってたんですよ、うん、そういう血を流してる人もいるはずみたいな感じで、はいはいはい、でもその人目合ってるのに、うん、なんか目が合ってない感じなんですよ。もっと遠くを見ている私よりも後ろの感じで、それがすごく不思議だなと思って、うん、小学校入ってからやっと、うん、あ、幽霊さんだったんだって気づくっていう。へえ、じゃあほんま物心ついた時からずっと見えてる感じ、ね、見えなくなったりとかそういう時期はあったりとかもするんですか？ああ、そうなん、なんかよく言うじゃん、なんか昔見えてたんだけど今見えないねとか、なんか、はい、あ、そういうこともなく、波なくずっと見る、ね、平行、平行なんや。この間ミミカさんに聞いて、あ、そういう幽霊もいるんやと思ったのは、この今ギャルの幽霊とかゴリゴリギャルの幽霊とかいるって聞いた時に、はい、基本的に勝手なイメージ、幽霊って白い服着てるイメージがやっぱ先入観であるんですけど、はい、みんな幽霊でこいつおしゃれやなとか見たことあります？当時の服装のままなのか。あ、でも結構和服の幽霊さん多いです、ね。あ、そうなんや。あとびっくりしたのは、はい、ビール飲んでる幽霊さんいたんですよ。それもあのテラス席で。めっちゃおしゃれやん。営業終わってるんですけどね、はい、そこ、はい、カフェみたいなとこで、はい、なのに一人でこうビール飲んでて。え、なんなん？え、そのビールはなんなん？そのオプション？お、オプション、オプションだ、そんな。じゃあ、幽霊界でも購入できるんかとかさ、なんかどういう。いや、でも服着てるわけだから、はいはいはい、それとか一緒に考えれば、ビールもあり得るなと思って。ね、確かに確かに。確かにそうですよね。あと、あの、ヒョウ柄のコート、うんうん、ちょっと昔流行ったような、ちょっとパンクっぽいコート着てる女の幽霊さんとかもいます。はいはいはい、おしゃれな幽霊さん多いかもです。あ、そうなんですね。やっぱちょっと時代が違いますね、うん、あ、そうなんや。だからね、今後もしかしたらね、このスマホいじってる幽霊とか、あ、いますよ。いるの？はい、道端で、ね、マジですか？いや、すごい。どうだ、幽霊も最新版って言ったら悪いかもしれないけど、ね、令和の人になっていってるかもしれないということで、
まあデイトナさんの YouTube のチャンネル、そしてリュウアちゃんのチャンネルで僕のチャンネルありますので、よかったら皆さん気になる方はチェックして登録お願いいたします。ということで本日もありがとうございました。ありがとうございます。デイトナインターナショナルの YouTube ではあなたのオカルト情報を募集しています。取材に行ってほしい心霊スポット、また心霊写真、UFO、宇宙人に関する情報など、下の概要欄のメールアドレスまで送ってください。よろしくお願いします。